さんこんにちは、最強の嫁りゅです。皆さんに発表があります。友達の動画にも喋ったんだけど、実はやっと日本人になることができました。前にも気化の流れの動画載せたことあると思うけど、半年以上時間が経って、まあいろいろ事情変わったり、まあ、進んだり進まなかったり、まあ、やっともう正式的に日本人になりました。おめでとうございます。ありがとうございますと、ね、前回の動画終わったのはロシア国籍離脱申請したっていう時点で終わってるんだけど、実はちょうどその取って本当に取ってもなく、そのロシアの法律っていうか、まあ法律でもなく、なんか法律の解釈が変わって、ロシアの国籍離脱申請できる条件がちょっと変わって、その他の国の永住権持ってる方しかできないっていう。え、自分はどうなるのって思って、自分もその解釈変わる前に申請してるじゃないですか。でそれで、まあ、大使館とか電話したり確認したりすると、まあ、誰もわからないみたいな、なんか結果待つしかない。え、もしまあそのちょっとルール変わるまでに、そのロシアのいろんなとこ通ったらそれできるし、まだだったらできないし、まあ、自分は本当に申請したばかりだったから、でも絶対通ってないと思ってたけど、結局もう結果待つしかなかった。でその結果待ってるうちに、もう自分以外のロシア人も本当にめっちゃいっぱい帰化申請してるから、その、まあ、日本の法務局側も状況を理解してて、でそれも普段は必ず自分の国の国籍を離脱してから日本の国籍もらうんだけど、まあ、どうしても事情によって離脱できない時は、最初は日本の国籍与えるっていう流れ、まあ、もともとあって、でその前ロシア人の前もそうなったっていう。でも自分はもう申請してるわけ、申請してるから、その結果どっちにしても、そのできたにしてもできなかったにしても結果がないと進まないみたいな状況になってて、でそれでやっと8月、今年の8月に結果が出て、でなんとできなかった。でしかもその離脱できなかったことを署名する種類とか何もなく、その拒否されたわけでもなく、もともと条件満たしてないから、もうその申請を受け付けることはできないってロシア側から言われて、でも証拠も何もないわけなんか自分が離脱できなかったってこと。なるほどね。その不合格とかじゃなくて、そうそうそう、応募自体が無効だった。そう、その不合格も出てないから、そ本当にその半年ただただ無駄にしただけその判断はロシアのどこがしたんだろう。いやそれ分からない。大使館によると、そのまあロシア側みたいな感じだけど、でもそうなってるのは多分その日本だけだから、結局大使館っていう可能性もある、まあ、誰も分かってない本当のこと。ロシア政府に行く前に大使館側で勝手に判断して止めてた可能性もあるって。そうそう、本当にどこで何が起きてるか誰も分かってないでそうなってから、でまずまあ本局に連絡にしても、なんか説明しなきゃいけないじゃん。なんか不合格とかもないし、何もないのに、なんかどうやってこれから進むか、そのみんなと状態違うじゃん。なんていうか、ロシア国籍離脱をしなきゃいけないっていう時点で、離脱の申請できなかった人たちはもう前に進んでて、日本の国籍もらってるのに、自分もその段階に進めないみたいな。でそれもなんかいろんな種類準備して、例えば、まあ、大使館で国籍離脱申請した書類を翻訳したり、その時に払った、まあその領収書とか、それもまた翻訳したり、そうそう、お金も払ったし、もう8000円ぐらいかかったのに、何もできなかった。もう8000円も無駄にして一番腹立つ。
そっか。そう、ひどくない？そうだよね、そのお金払ってんのに、そう、別にそのプロセスを、何もないし、プロセスを全部なかったことにされたのか。そうそう。で、それで、なんかいろんな種類を翻訳して準備して、本局に送ったら、誓約書が届いて、日本の国籍もらったら、ロシア国籍を離脱するのを誓います、みたいなこと書いて、それまた本局に送ったら、やっと、その自分の新しい名前の国籍と本が届いて、それで日本人になりました。じゃあ今回さ、龍が帰化認められたのは本来の正規の順番じゃなくて、うん、ロシア政府がちょっとごちゃごちゃっとしたから、そうそうそう、日本政府が特別に先ちょっと順番を逆にして、あ、そうそう、そういうこと、特別なケースとして処理してくれた。そう、あ、まあそういうロシア人だけじゃなくて、もともと例えばもう自分の国籍離脱もできる方法ないという国とかもあったり、なんか特別な事情がないとできないみたいな、まあいろいろあるけど、まあロシア人も今回の状況でそういうことになった。で、戸籍と本もらったの多分11月の頭ぐらいで、そこから2週間ぐらいで、その今まで、まあ、日本に住んでる外国人みんな持ってる在留カードっていうのはあるんだけど、その在留カード返さなきゃいけなかったのと、あと1ヶ月以内にその帰化届けっていうのを区役所に出して、その、まあ、戸籍を作るっていう手続きやらなきゃいけなくて、しかもその期間はちょっと違うじゃん。その在留カードを返す期間は2週間で、帰化届けを出す期間は1ヶ月で、さっきに在留カードを返して、で、その間はすぐ区役所に行けばいいという話なんだけど、そのなかなか行けないから、その誰でもないっていうなんか空白できて、で、例えばまあ、たまにあることなんだけど、外国人はそのなんか在留カード見せてくださいっていう警察で止められることはあって、まあ、ほぼないんだけど、自分も最後に止められたのは本当にもう10年前とかね。で、なんかまあちゃんと日本にいていい人なのかみたいな感じのチェックなんだけど、で、自分も何もないわけ、在留カードもないし、でも日本人っていう署名する種類も何もないわけ。そのなんていうの、法務局から届いた大きい紙、その A4 の紙しかないし、それ持ち歩くわけにはいかないし、なんかそうなったらどうしようってちょっと不安だった。もしその期間に話しかけられちゃったらどうなっちゃうんだろう。わかんない、多分うちに行って、うちでこういう紙あります見てくださいって感じになるんじゃない。そっか、うん、何者でもない期間があったんだ。そう何者でもないから、その日本人なはずなのに、でもその日本人って署名すること書類一つもないみたいな、証明するものが何もない状態。そうで、そこから、まあ、区役所で、まあ、とりあえず、住民票ができたら、もう自分の他の持ってる種類、全部新しい名前に変えなきゃいけなくて、でもそれ本当に多くて、例えば、保険証とか、運転免許証とか、マイナンバーカードとか、なんかいろいろ、これから大変、まだ半分も変えてないぐらい。で、これからの流れは、誓約書を書いたじゃん。で、誓約書によると、この時点から2年間以内、自分の国の国籍離脱しなきゃいけなくて、で、これからまた、まあ、一回やった手続きだし、で、いろいろロシアから、取り寄せしなきゃいけない種類あるから、それが大変だし、まあもう一回やるのはまだいいんだけど、それもまたさらに難しくなって、出さなきゃいけない種類も追加されたし、で、その日本人になったら、その名前が変わって、で、ロシアのパスポートが無効になるって言われたの、その大使館に。その違う名前だからこのパスポート使えない。で、まずそのパスポートをなくすために、まずパスポートを新しい名前にしなきゃいけない。わかる？もう意味わかんないでしょ？その名前変更して、もう何ヶ月もかかる手続き、
もう大変な手続きやって、やっと新しい名前のロシアのパスポートができるのを待って、で、できたら、また新しく、その種類集めて、ロシアからいろいろ取り寄せて、また申請するの。めっちゃ大変じゃない？それが全部終わるまでは今二重国籍ってこと？そう。で、今二重国籍っていう結構珍しい状態になってて、もう基本は二重国籍は本当に、あの、生まれつきで、そのハーフで二十歳まで二重国籍持ってる人いるんだけど、もうそれ以外あんまりないという。これさ、離脱をめんどくさくしてるのはロシアの側じゃん。あ、そう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 。で、結構いそうじゃない？世の中に。その離脱がめんどくさいからもういいやってなってさ、二重国籍にそのまま放置してる人。いや、どうだろう。でも放置してもその 2年後にはまあ結局どうにかしなきゃいけないの。その離脱できなかったとしても、その日本の国籍を選ぶっていうやつやらなきゃいけなくて、まあその選んだとしても、その日本側から見たら日本国籍選んでるじゃん。でもロシアからしたらその選んだことが何ともないから、結局二重の国籍のままだよね、あの、もしできなかった場合は。というか何も知れないね、全く。もう理解してないでしょ、その帰化かなんか帰化ってとは、帰化とはみたいな。いや、俺は別にそのわざとね、あんま深入りしないようにしてるの、ずっと。なんで、なんでわざと？いや、だからその俺が夫としてね、うん、できることがないし、うん、まあないね、その自分がそのどうにもできない変数が多すぎる、うんうんうん、本当にちゃんと税金年金払うぐらいじゃん。え、そうそう、犯罪しないとか大事、ね、大事、ちゃんと犯罪をしないで生きてくってことしかできないし、うんうんうん、で日本政府だったりロシアだったりいろんな関係の要素があってさ、で自分がどんなに頑張ってもさ、その結果に対して何もできないじゃん。まあ、まあまあ、そうだけど、そうだからあんまり深入りしない。もうちょっと夢持てばいいと思うけどね。あんまり期待したら一個一個にさ、ダメだったとかさ、すごい落ち込むじゃん、うん、期待とかじゃないけど、うん、だから別に俺はとしてはあんまり興味を持たないようにしてたっていうか、わざとね、うん、まあでも結果としては今、まあ、良かったよね、今はね。そう。というわけで最後にね、日本人になった龍にその名前を書いてもらいたいと思います。全然さ、まだ書き慣れてないんだよね。いや、なんかバランスおかしいって。どうしよう、間違えたらめっちゃ恥ずかしくない？編集できるから大丈夫。なんか区役所とかでもさ、結構ドキドキしたの。なんか見てもらいながらその書くじゃん、自分の名前とかさ。で、なんか書けなくて、いや、あいつ自分の名前書けない、頭悪いとか思われたらどうしよう。いや、外国人だから。いや、日本人だもん。それだよ。そっか、日本人になるって。いや、めっちゃ汚い、嫌で見せたくない。もう汚すぎてこれ全部使っちゃうかも。違うね、うん、めっちゃ書きづらい。なんか自分の名前書くの結構めんどくさくなった。カタカナの方が早く書けるから。はい、新しい名前です。リューバ。いいね、うまいね。で、フリガナもさ、やっと伸ばし棒じゃなくてウーになった。そうだね。もともと下の名前はリュボイ。ロシアの名前は全部その決まってる相性みたいなのがあって、もう決まってるの、この名前は絶対この短いバージョンあるみたいな、この名前絶対こうなる。エリュの名前はリュボイはリューバになる。日本語にはエウという音がないからあるになるんだけど、だからそのままの名前を日本の文字にしただけって感じ。コメント欄でもたまにこの名前で呼んでくれる人はいたけど、結構前の動画で、そのアシアのチャンネルの動画でこれ喋って、でこの名前になりますみたいな感じだったから呼んだ人もいたと思う。で、ちょうど今日その会社の書類上で名前とかも変わって、パソコンで自分のデータを見る機会があって、で普段はカタカナでもうめっちゃ早く見つけられるの、社員の中でそのなんか社員の一覧があって、自分だけカタカナだからもうすぐ見つけられるけど、あれ、カタカナないってびっくりして、結構探すの大変だったっていう。
普通の日本人とその四文字の名前になってる。今まではさ、もうカタカナ長くてそのなんか一覧に書ききれないっていうこともいっぱいあったし、なんかいろいろ不便だったけど、すごい便利になったなって。あとよくなんか名前カタカナかっこいいとかロマンジかっこいいっていろいろ言われてきたけど、自分からしたらその漢字の名前が超かっこいいの。いろんな国あるじゃん、そのロマンジの名前使ってる国で、その漢字使ってる国もほぼないじゃん。もう本当に日本、中国、台湾、香港とかぐらい。もう超珍しいじゃん。絶対漢字の方がかっこいいじゃん。日本人もっとなんか漢字の良さに気づいた方がいいと思う。家族には見せた？何？あ、名前の書き方。いや、見せてない。書き方は別に見せてない。家族にどこまで行った？いや、聞かしたみたいに。あ、おめでとうみたいな。家族みんな喜んでた？うん、まあ喜んでたよ。そう、もう高校生の頃からこれ目指してたからね。15年かけた目標これだから。結果もう見てよ。そっか、もう人生の一番大きい目標達成してるから今。そっか、夢が叶ったんだ。夢ってまり言いたくない。目標、夢はいつまでも夢のままだともう叶わないじゃん。もう憧れやっつって、もう目標を立てて目標を達成するっていう生き方にしてる。日本人の男と結婚するのも目標？いや別にそんな目標なかったけど、たまたま結婚しちゃった。え、日本人になってその国籍が変わって変わることっていうと、まあ日本のパスポートをもらえるから、その一番大きいのはビザ更新しなくていいってこと。今までは絶対その、まあ、期限切れたらビザを更新しなきゃいけなくて、でそれはまあ結構めんどくさかったから、これからそんなことしなくていい。あとその、まあ、日本のパスポートだからビザなしで行ける国がめっちゃ増えるけど、多分そんなに海外に行く機会がないと思う。で逆にロシアに行くためにビザを取らなきゃいけなくなるっていうのも変わる。でよくなんか言われるのが保険とか、まあ、年金とか税金とか実は何にも変わらない。もうよくみんな間違ってるのはその、まあ、日本人になったらその税金を納めなきゃいけないし、保険は日本人と一緒になんか受けられるようになるし、で年金とか払わなきゃいけないし、それは実は同じように全く日本人と一緒で、まあ、長期期間ビザで日本に住んでる外国人もみんな絶対やってることだから、全く保険とかも何も変わんないし、税金のままで払ってたみたいに同じように払うし、年金とかも納めるし、結局もう何にも変わらない、パスポートとビザ以外。そんな感じかな。でこれから日本人としてやりたいことは、これはアシャの動画にも喋ったけど、選挙行きたいです。日本人の皆さんも自分の選挙の権利を大事にしてくださいね。ということで、日本人としてのルーマもこれからよろしくお願いいたします。バイバーイ。